はい、どうも皆様、こんばんは、ごきげんよう、ライデンです。マルティオンライン4、続けてやっていきましょう。書庫の鍵を手に入れた。マルティン一行は、西西を橋を越えて。今、橋を越えるんだけど、だって場所知ってっからな。もう前回の続きで完全にやっててまーす。特に敵も出てこず。一個気になってこの書庫がさ、地面に野ざらしってどうなったの？絶対本にカビ生えちゃうぜ、これ。本にカビが生えたら悲惨だからな。秘密屋。世界のどこかに秘密屋と呼ばれる世に出回らない禁断の魔剤を扱う闇商店があるらしい。会員にのみ入店するための鍵割りされる詳しい方法などは一切明かされていない。会員制のあれか。女神で会える。これマリティオンラインの過去作のあれじゃないか。マリティオンライン4の冒頭にちらっと出てきたやつだぞ。ジャブジャブ課金したくないような、社交心を煽りまくる文章が羅列している。消去保つので、主義金はすぐに本を戻した。もう一回読んだら読める。課金ってあれか、出会い系に課金するってことか。そういうことだよね。なんかあれってあるんですよね、詳しく知らないんですけど、なんか他の方と連絡を取るために課金するみたいなんですよね、確か。そういうのに全くちょっと縁がないので、全然存じ上げなくて申し訳ないんですけど。アルティメットスキルという本だ。何それ。一部の冒険者は APP スキルという能力を有しているが、その中でも APP100、すなわちフルチャージないと発動できないアルティメットスキルというものが存在する。全スキルの境地であるため習得できるものは限られているが、もしものにできたならば今までとは全く違った立ち回りが可能になるであろうということで。ごめん、先に取っちゃった。 前回のパートですでに習得済みだ。大丈夫だ、問題ない、任せろ俺に。初めて来ましたが、ネギラーメン超美味しかったです。サーブさん、ライスもありがとうございました。マリキン、ジャック参上。 なんかラーメン食べたくなったな。さっき晩ご飯食べ終わったばっかだけど。コピックを画面に消し、顔色悪く見せることで学校休んだ男というタイトルだ。本だ。仕事中のタイトルだけで読む気がうせえ。本を戻した。これねえぞってなるパターンかな。お、来た。ペンの楽しみ発見。これか、こんな普通の本が本当に役に立つのか。なんだやつ、こんなものこんなところに置いてきた街。すべての材料が集まったな。ああ、流れ星がそろそろ戻るか、お店がなくて。来るぞ。誰かいるのか。その隣の本棚を調べ。ナノム村の人間か。何してるんだ、こんなとこで。何言って逃げてきたんだよ。逃げてきた。何から。いつも通り復興作業を進めたら突然黒ずくめの男が。黒ずくめの男。仲間が何人も消されてしまった。消された？ああ、消えるんだ、パト。触っただけでものが消える。消えた仲間はどうなったかわからない。それ、消えてないな。多分どこかに転送されてるな。そいつはまだ外にいるはずだ。あんたのも隠れていた方が身のためだぞ。お前も真っ黒だけどな。中国でもほどほどに気をつけてさ。総本山。消えるってどういうことバチ？さあな、俺たちのパワーの持ち主かもしれん。マンディコーポレーションの人間の可能性もある。もしそうだとして戦うなんてことになったらどうするバチ？その体じゃ大丈夫だ。なんとかなる。なんともならんやろ。で、本棚調べさせて。爆発！泣きながら声に。
さあ、じゃあ外に出てその例の黒ずくめの男とやると戦おうかな。開くんだ。開かないとかではないんだね。よし。戦闘になるな。ちょっと全員のあれを整えていこうか。アイテム、あ、魔剤買っときゃよかったな。魔剤が多分足んねえ。MP でちょっと使ったから、マスターベーコンエッグでも食っとくか。使ってるのだいぶ。よし、行こう。よっしゃ、戦いになるな、これは。え、何もいないじゃん、別に。そこ怪しいな、やっぱりなんか、なんでだ？ちょっと待って、ちょっと待って。で、4人がちゃんと収まってるよ、ここに。あれ？なんとかして全員がこっちに向かないから無理だな。上がって、俺が上がってちょっと無理だな。よしよしよし。まあ、橋を越えたぐらいかな。いるじゃん。これ、沼じゃない？お前か、斜め村の村人を消したってのは。やはり来たか、死神。お前に会うのが楽しみでならなかったぞ。やはり奴の情報は正確だな。クク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 。お前は。僕はジャングル高橋。君らが今まで戦ってきた側の人間といえばわかるかな？やはりマンディーコーポレーションだ。お前、斜め村のに、閉めたらもうちょっと優しいかな。あ、でも違うな。これはお前、斜め村のに村人たちはどうした？さあね。僕は触れたものを消すパワーを持ってるんだ。ただ触れたものがその後どうなるかは自分もわからん。全く無責任な力だな。俺たちの前に現れたってことはお前も俺たちの邪魔をするわけだ。さあどうするかな。僕はこの総本山の視察に来ただけだ。ここまで来たら、ならば聞いているだろう。カタストロフィーのこと。そんなお前たちに一つ教えてやろう。何よ。僕がここにいる理由と、我々の計画について。ね。いきなり大きなカミングアウトだな。そうでもないさ、いずれ嫌でも知ることになるだろうからな。このままでは知った頃には全て終わっている。それでは面白くない。これはお前たちへの施しでもある。終わるかどうか俺らの問題だろうが、てめえの決めることじゃねえな。それもそうだな。しかし聞いておいた方がいいぞ。自分たちのこれから先のことを。我らの計画。我らの願いの体現であるカタストロフィー。あれの一つ、あれには一つ役割があってね。超ド級か、超ド級毎年池沼殲滅法。あ、後にカタカナ書いてあった。止めれるレーザー砲。カタストロフィーの最強たるゆえんであり、我らの唯一の救い。フサティンが言っていた沼たちのソウルを使った多大な戦力、強力な戦力兵器のことか、そんなまで言って何をするつもりだ。総本山をお前らの故郷である、お前らのふるさとであるこの場所を焼き払う。はあ？カタストロフィーを使ってまでなぜそんなことをするんだ、お前はよ。この意味がいまいち分かってないんだな。被害は総本山だけにとどまるなんて考えてないか、くくおめでたい連中だ。カタストロフィーの巨体から放たれるレーザー砲の威力、想像してみろ。まさか。
お前たちが世話になった斜め村やその近辺の町、そうだな。世界の半分は全て手鎮みになるだろうな。何？意味が、余計意味がわからん。大量殺戮でも送られてるのか？ビシー、知りたいか？そう使えばその男が知ってるぞ。何のことだ？俺には何も。ごまかしても無駄だ。僕にはわかる。人を嘘つくとき、体に現れる僕はその全てを知り尽くしてるからな。聞いた話では、お前は昔の記憶を失ってるそうだな。答えはその中にあると言ってるのだ。刺激は少しずつ記憶を取り戻してるけど、まだ全ての記憶が戻ったわけじゃないバチ。そうだ、確かにゼラルディと関係することのようだが、俺の身に覚えはない。ほら、やっぱり。くく、くくくく、それが嘘だと言ってるのだよ、バカめ。なんでそんなことわかるバチ。君たちこそなぜ気づかないのか不思議でならないや。なぜ君たちはあの男を疑わない。くく、その良さと記憶のことはろくに聞かされてないんだろうな。どちらにせよおかしいとは思わないか。これだけの大事件が起きていて、さらにはその矛先が自分たちばかりに向いている事実。加えて仲間一人が誘拐され、自分たちの故郷さえ危ういなんて状況だ。これからを食い止めるにはどんな小さな手がかりでも欲しいところだろう。それなのに何も言わないということは、つまり何かを隠している。違うか、しぐちん。シグキン、それは本当バチか？ああ、その通りだ。今、一瞬かっこええと思ってしまったわ。シグキン、一体いつから？これなんか意味があるんかな？マリティオンライスリーやりてえ。揃ったの街で荒川から話を聞いた時点で大方思い出していたわ。頭の中の整理がついたのは、便器と戦った後、いや、それよりも前か。なぜそんな大事なこと、今まで黙っていたバチや思い出したことすべて言うバチ。話せよ。前にも言ったはずだ、これはジェラルディと俺との2人の問題だ。お前たちが関わったところで邪魔なだけだ。なんだって、じゃあ、アズキンはどうなるバチ。これはもう、シゲキンだけの問題じゃないバチよ。アズは助ける。だが、それ以上は俺一人で型を落ちてる。ちょっと待て。聞いてられんな。一人で型を落ちてる。今更何を言い出すかと思う。アズだけではない。俺たち全員は今まで出会った数々の人間たち、たくさんの犠牲を払ったこともあった。お前の過去に何があったかは知らないが、これはもう俺たちみんなで止めなければならないことだ。全てを一人で背負う必要はない。それにこいつらがおとなしくお前に丸投げするとでも思っているのか？困った時は助け合う。力を合わせて戦う。当たり前のことだろ？それが仲間ってもんだ。俺たちみんなでアズを助けて総本山に帰るんだよ。わかったよ。だが記憶の話は帰ってからにさせてくれ。悪かったな。こっちこそ強く言ってごめん、バチ。くくく、答えはですか。まあいい。むしろいいものが見れた。素晴らしいな。絆の力というやつか？くだらない。ああ、実にくだらない。仲間？助け？その綺麗事など豚に食わせても豚がかわいそうだ。僕もこのまま帰るつもりだったが気が変わったよ。いつかは殺さなくてならないなら今のうちに始末しても良さそうだな。それは、おごりが過ぎるぞ。わお。暗黒の力、なめるなよ。なるほどね。覚醒、刺激覚醒バージョンか。あ、で、ここで戦うんだ、やっぱり。はいはい、行きましょうかね。でだ、どうしようかな。入れ替えんといけんな。ちょっと待ってね。わーお。そっか。ご、あー、いきなり死んだりはしねえだろうから。ギュルン、どこか。
ショコラパニッシャーやってくれっていうコメントあったんで、ちょっとリロードしてからいこうかな。魔法使ってきそう。M シールド展開。ワクワクスイッチタイムだな。いやー、シミタロの声が優しくて好きだな。よし、行こう。貯めたいけど、もう一発ディルン行くか。スキル。で、ショコラパニッシャーやってくれってのあったんで、なんて。最大火力で敵一体にアディオス。シガシバゴンバ行こうかな。スキル。テンペチ。いいなボイス、めっちゃ好き。1422とか出た。お、女性だ、本当に女性だわ。あ、よし行こう。さあ、じゃあ何だっけ、アルティメットスキルいきます。 Welcome to the darkness world。 正しかったか。 Welcome to the darkness world go。 フラフラフラダンス行く。とりあえずダブルブラストいっとくか。どうしようかな。シュガボンがもう、シュガボンはあれだから、オーズボンもいっとくか。で、まだ体力あるんで、ワクワクスイッチタイムいきます。さあ、おやつの時間だって言ってる。これめっちゃ好き。めっちゃかっこいいんだけど。待って待って、どうなってる。覚醒を取ってるのがあれなんだこれ。敵全体を巻き込む大爆発を起こす。使用後自分の攻撃力が上昇する。敵単体を暗黒の力で破壊する特別的。使用ターンの間、まだいいな。これは残しとこう。順番に行くか。狂乱の歌で行きます。スキル。リロード。リロード。リロードしたら、ガトリングいけるな。で、シュガボン。スキル。テンペチ。もっと踊ってみせろ。待って、あ、もしかしたらシミ太郎ってスイーツ男子。ゲロリアルワルツ。ガトリング、あ、飛べるブラスターいけるな。飛べるブラスターいきます。スキル。シュガボンいけないから、そろそろ切れるかもな。 MCL だ、まあ、切れてからでいいか。先行発動だからな。シュガボン、シュガー、あ、オーツボンバーか。テクノリバイブ、あ、まあ、そこそこ。深い深さか。混乱している。ちょっともう、攻撃がかっこよすぎて、もう、ゲームに引き込まれてて、ごめんなさい。ちょっと喋れません。すいません。お許しください。ワクワクスイッチタイム、ちょっと、あ、でも、まあ、いいか。防御してるから大丈夫なんだよ。特別技だな。スキル。もう一発撃てるな。
まあ、とにかくとか。スティール、M シールド、スティール、タンペチよし、どんどん行くぜ。もう楽しくて楽しくてたまんねえぜ。どうしようかな。シコも行こうか。スキル、ワクワクスイッチタイムもう一回引きつけろ。さあ、おやつの時間だ。さあ、召し上がれ。暑い。いや、ちょっと思ったんですけど、これ普通に攻撃するよりも、スキルをバン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 使って、こう、盛り上げて戦った方が絶対楽しい、これ。はぁ、あ。なるほど。その力。ふん、大口叩いてた割には弱えじゃねえか。うぬぼれるなよ、僕はまだ5割も、最初からフルで行こうよ。それより。今お前たちの強さがよく分かったよ。確かに強いが想定内だ。僕は負ける戦いはしないんだ。落ち着いたか？情けねえな。こっちは物足りないぐらいなんだが、なんとでも言えよ。僕を挑発しても無駄だ。僕は帰ってお前たちを殺す準備をしなくてはならなくなった。まあまあ、楽しかったぞ。ではまた会おう。シグチン、大丈夫バチか？何がだ？いや、その目とか。そのシグチン、戦ってた時ちょっと怖かったバチ。そうか、やはり出ちまうもんなのか。お、変わってるキャラもう。この体も、力も全ては記憶のことと関係している。帰るぞ、全てを、そこで全てを話す。いいかげん俺も手締めをつける時が来たか。なんか出た。ダークネスワールドって書いてある。はい、ということでね、ちょっとここで切らせていただこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。すぐ続いて、もう楽しすぎて、ちょっと、ごめんなさい、戦闘中楽しすぎて、もう僕がこう画面に引き寄せられてしまって、全然喋ることができませんでした。すみません。ではちょっとまた続けてやっていきます。よろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。すぐ続けていきますね。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。